これはきょう開かれた県議会の発起人会で報告されました。今回の県議選で最大会派の自民党からは現職17人が当選しました。そこに現職1人と新人6人が加わり、所属議員は24人となります。このため定数43に対して単独過半数となっています。一方、立憲民主党の議員などで作る県民クラブは、初めて議席を獲得した国民民主党の新人などが加わりますが、3人減って11人となります。また公明党は3人、共産党は2人、獅子の会は1人と改選前と同じ議席数を確保しています。このほか新たな会派として日本維新の会と無所属の会が立ち上がり、それぞれ新人1人が所属します。新たな議員の任期は今月30日から4年間です。